オーベルン・キルヒエンは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州、シャウムブルク郡に属する市である。ここには有名なオーベルン・キルヒエンの、石切り場がある。重要な産業分野は、ガラス産業、機械製造業、砂岩の採石などである。オーベルン・キルヒエンは、連邦道 B65 号線沿い、ビュッケブルクと、シュタットハーゲンとの間に位置する。森に覆われた山、 ビュッケベルクが地域の大きな部分を占めている。中核宿のほか、以下の4つの町がこの市を形成している。775年、カロリング町の王がザクセンからの勝利の帰還を果たす。際に、カストラム・バックバーグとあるのが文献上の書室である。オーバーアン・カークン、すなわち上の教会が現在の地名オーバーアン・キションの語源である。 ルートビヒデムフロンメンの民伝年代記によれば、北ドイツ定地を望むビュッケベルクの張り出した斜面に、ベーザー川とライネ川との間で最も古い聖職者の定住地として、オーベルンキルヒエン修道院が設けられた。936年に、ハンガリー人がこの修道院を襲撃し、焼き払ったとされるが、文献上の記録は残されていない。年になって、やっと文献に、 修道院に関する記述が再びなされ、オーバーアン・カー君の名が見られる。これは1167年に皇帝バルバロッサがエアフルトに市場開催権を与えた際の文書である。ポッペンブルク博の最も古い文章は1229年のオーベルン・キルヒエン修道院の文書に残されている。それは1217年から新しく建設した城に、ちなんでポンシュ・ピーゲルを名乗った。 ベルンハルト博の印である。印象のデザインは、円立てで、横帯の上に五弁のバラが三つ描かれ、バーンハード、ポップ派との文言が記されている。1560年を少し過ぎた頃、一連の宗教改革の動きを受けて、この都市の核である、アウグスチの会修道院も、ルター派の教義を受け入れることで、根本的な変化を体験した。修道院長の財産は、 領主のものとなった。残りの所領でシャウムブルクの貴族たちは、婦人宗教組織を設立した。1615年に、シャウムブルク博エルンストにより、都市圏が与えられたことは、オーベルンキルヒエンの発展に寄与している。30年戦争後、オーベルンキルヒエンと周辺のシャウムブルク領は、ヘッセンカッセル砲白領となった。この地域は、 時代と共に何度もシャウムブルクリッペとヘッセンカッセルとの国境争いの場となった。1733年に両家で合意が成立し、教会席が置かれた。1805年にナポレオン・ボナパルトがヘッセンを支配して以降、オーベルン・キルヒエンは1813年までベスト・ファーレン王国に属した。カトリック教会は1908年になって再興した。 この町の暮らしと経済的発展は、砂岩の産出、石炭採掘、ガラス製品によって支えられていた。やがて石炭の産出量は減少し、1961年に採掘は終了した。カトリックの西洋ゼフ教会、オーベルンキルヒエン氏の市議会は23議席からなる。2007年4月1日からオーリバー・シェーファーが第一、市長を務めている。 ビュッケベルクの山上に、体操の父、フリードリヒルートビヒアーンを称える、ヤーン記念碑がある。この記念碑は、ヤヌという名前、旧ドイツ体操連盟を示すトゥルナークロイツ、ヤーンの肖像が描かれた、楕円形のレリーフからなる。ビュッケブルクの青年教育、ヨカセンターの空き地では、毎年ヤーンベルクトゥルンフェストが開催されている。この行事は、シャウムブルク地方のなクラブから、 何百人もの参加者がある、幅広いスポーツイベントである。かつて行われていた、ラウフ・ウム・ダイ・バック・バー,ーチに代わって1935年から行われており、2010年に75回記念大会が開催された。ドイツ最大のガラス容器メーカーアードグラス・ジャーマニー、GMBH の工場がある。これはドイツに9つある同社の工場の一つである。最寄りの救急病院は、 シュタットハーゲント、リンテルンにあるシャウムブルク病院及びビュッケブルクにあるベーテル病院である。これら3つの病院を統合して病床数400の病院をオーベルンキルヒエンに作る計画が話題になっている。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。